スタントン郡はアメリカ合衆国カンザス州の南西部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は2235人であり、2000年の2406人から7.1%減少した。郡庁所在地はジョンソンシティ市であり、同郡で人口最大の都市でもある。スタントン郡はアルコールを禁じる、すなわちドライの郡である。 1986年にカンザス州憲法が修正され、住民は投票で個人がたしなむアルコール飲料の販売を承認できることになったが、ドライを維持している。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は680.06平方マイルであり、このうち陸地は680.00平方マイル、水域は0.06平方マイルで、 水域率は0.01%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。都市名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。スタントン郡は3の郡区に分けられている。どの都市も政治的に独立とみなされず、下記群区の数字に含まれている。下表で人口中心は最大都市であり、 特に大きな数字でなければ、軍区の人口に含まれるものである。ありがとうございます。